出だしが思いつかない。はい、こんにちは。それじゃあなんかあの変なやつみたいになっちゃう。で今回はね、あの1台でタンデムでね、ちょっと忍者400でね、タンデムデートみたいな感じでね、出かけていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで忍者400の後ろはいかがでしょうか。楽だね。今までほら250か GN しかなかったから、 GN はあなたと2人は狭いしさ。そうだよね。なんで進まないしね。250はもう何メーターかでもすぐお尻痛くなっちゃうし。でほら後ろがね妙に高いからね、やっぱさスポーツモデルみたいな形してるからさ、形だけ、うん、でシート薄いしね。本当にだから2号がすごいやつ思い、あれ乗ってて全然あの子痛いって言わないから、あれ全然平気だもんね。うん、本当不思議だよ、段差越えても平気だしさ。うん、なんでだろう、太ってるわけでもないじゃん、私と同じような体型しててさ。なんならガリガリのムールいる。うん。シートの柔らかさはどう。250に比べれば全然、でも GL の方が柔らかいかな。ああ、まああれはねほらだって純正シートじゃなくてさ、あのほら俺がタックロールシートで車外買ってるから余計なんかこうふかふか感あるじゃん、ボコボコしてるから、うん、まあそれはあれだけどさ、まあそれに比べてっていう話だよね。でも運転したくない時はこれ楽だわ。だよね、うん、なんかたまにはたまにしたらちょっと今日はめんどくさいなっていう時にはいいかも。うん、バイクめんどくさい、運転するのめんどくさい、私バイク運転頑張るよ。あ、GM ね。GM じゃないと無理だ。400頑張りましょうか。とりあえず一回運転して。メーターは持ってるからね、ちゃんと運転できはするはずなんだけど。でもこれね、多分ね、乗ったらね、思ったより楽だと思うよ。うん、でもね。ただ重いだけで。でもね。重いのと足つきが悪い。あ、それ多分きつい。なのね、このシートのもものとこの幅が結構あるのね。で、まあ、俺別に平気なんだけど、身長的には全然ベタつきするじゃん、うん、でもなんかあの信号待ちとかでふと止まった時になんかこの幅があるせいでたまにね、おってなる時がある。もうちょっとこのなんつうの、太もものあたりが細ければさ、もっと足つきがいいんだろうけど、それは自分のお肉のせいじゃなくて、それはないとは言えないけど、うん、なんかでも別にわざわざさ重たいのを緊張しながらさ、まあね、てか初こけが私になっちゃったらさちょっと嫌じゃん。250があるからね。そう、なんかね、うちにこれしかないんだったらたまに乗るかもしれないけどね。そう別にさ250もあるしさ、あって満足もすごくしてるので。だよね、別に無理に緊張しながらだね、乗らなくてもいいかなとは思ってはいるんだけど、後ろに乗りたいって言うんだったら頑張るよ。いやいや。250だとちょっとやっぱ高すぎるからあれかもしれないけど、こっちだとそんなでもないので、冬場はすごい風よけになってくれるので、はい、後ろ寒くなくていいよ。人間スクリーンね。超ロングスクリーン。幅もあるよみたいな。縦だけじゃないよみたいな。なのですごく快適です。自虐ネタみたいな、ちょっと。快適です。そのさほら横にさタンデムバーついてるじゃん。うん、楽だよ。それも多分結構握りやすそうだよね。うん、それはすごく良さそうな気がするよ、見てて。まあ、軽く握ってるだけでそんなにかな、うん、後ろにやっぱボックスがあるのが楽だね。でもほら250はさタンデムバーもなければさリアボックスもないじゃん。うん、でさ座面が高いじゃん。そう、あれは2号なんか発進の時にうーとかなってるしね。250あれ乗り、後ろ乗り方下手くそが乗ると本当に多分運転大変だろうね。あれはね乗せるもんじゃねえ、大して。おまけだおまけ。あのスポーツカーの後ろに乗ってるようなもんだよね、乗れたもんじゃないっていう。うん、狭くてさ。なるほどね。まあ、それに比べたらやっぱりこれは楽だよね。楽ですね。だって GN とかもさ2人乗りしてるとさなんかこう窮屈感がすごいけどさ、うん、全くないもんね。ないね、広々してる、うん、でも GN は
今ちょっとハット下げたから、あの3号とあなたのタンデムもだいぶね、そうそう、うん、狭いって言われちゃうから狭いから嫌だってチェックされてたし、まあ本人はさこっちがいいって言うけどさ、うん、俺はちょっとやっぱ不安があるんだよね、あの隙間がありすぎてさこっちだと、うん、なんかあのそう寝るじゃんあれがさ、なんか隙間がありすぎてさグラってくるのが怖くてさ、あと足がねギリギリなんだよね、そうそうそう、巻き込まなきゃっていうのがあるから、そうちょっと余裕がないからね、やっぱね乗っけるときは GL の方が安心感がある、 足べったりつくしさあいつも、うん、で ある程度の密着感があるからさ、ほらシートベルトしてるからさ落ちることはないんだけどさ、でもやっぱりね、うんうん、でやっぱね楽だね運転してても、やっぱ力あるからさ、うん、アクセル全然開けなくても2人乗りでも平気だしさ、 GN であなた後ろに乗っけたらウィリーしそうだよ、ね、絶対坂がきついだろうなでほらブレーキ性能もしっかりしてるからさ、うん、ダブルディスクだから全然止まるしね、 GN やっぱちょっと甘くなるからね2人乗り、甘くなる、うん、本当に1号乗っけてるとちょっとやっぱりね、あ、止まんないみたいな、でしょ、うん、早めにかけるから、もともとまあ、 あのブレーキ結構早くかけちゃう人なので、うん、まあスピードも出さないしね、止まんないってことはないんだけど、うん、あの普段の感覚で運転しようとしちゃうとちょっとね止まるのがギリギリになるときはある、そうだよね、GL は、うんうん、それがないからさブレーキも結構余裕持って効くしさ、うん、まあ大きい男2人じゃちょっと分かんないけどね、まあでも十分だね、二人乗りするにもこれで、うん、これでいい、大きさもパワーも十分だよ、うん、なんかもう本当ねこれ買ってからね大型取りたい欲が全くなくなったもんね、まあ大型ベースだからねこれがね、うん、で前は大型のメイクを絶対取りてえなと思ってたけどさ、で意外に聞いてるとやっぱ大型は大型1100とか超えるとなんか街乗りがめんどくさくて結局400とかみんな買ってるよね、2班とか、うん、2班とかで街乗りとかなんか通勤用で買って遠出するよ、でもうち遠出できないから大型いらないよね、ね感じになった、これで十分だ残念なのはこれの後の方がこういう大きさがないってことだね、あこれがダメになった頃にはこういうサイズがないかもしれないね、なるほどね、うん、まあでももうこれ乗り換える頃にはなんか逆にもうなんか今いっぱい出てるレベルとかの中古でいいかもしれない、年いっちゃってるから逆に、ね、うん、もうなんかそういうゆったりそういうアメリカン系でいいかもしれない、うん、まあ、アメリカンって言うとおじさんって言われちゃうけど、今ほら知り合いなんかもなんだっけ CBR かなんかだっけ白かなんかのさ乗ってて、やっぱレベルだもんね、そう前傾姿勢とかがやっぱ運転がやっぱ辛くなってきたってね、うん、60代ぐらいで辛くなってきたってレベルにね、うん、ツーリング行くのに変えたっていう人もいるからね、うん、あのやっぱそうなってくんのかな、あの人のあの ZZR はくれてもよかったね、ZZR か、うん、あの値段ならねあの値段なら俺が買い取ったよねえ、聞いといてくれりゃよかったのに、真っ白でかっこよかったよね、かっこよかったよね、うん、ゴリラ売ってるゴリラね、しかもメッキタンクだ、ここは自転車なのかバイク屋なのかが分からない、あでも昔の自転車屋さんってさ 50cc ぐらいのバイク売ってたよね、え知らない、売ってた売ってた、知らない、地元の自転車屋さんもあの自転車売ってんだけど、うん、あのちょこっとだけなんかあの競技用のオフ車みたいの売ってたもん、あと本当に家の近くっていうか、まあ、駅のそばにあった自転車屋さんも自転車とスクーターだけ取り扱ってた、全然わかんない、多い多い結構、昔自転車はどこで買ったんだろう、いやバイクはなかったな、私買った自転車や船橋にまだそういえばあるけど、うん、自転車しか売ってなかったな、いや案外ね多分いると思うよ、あのこれを見てくれてこれがここにこれを編集で入れてれば多分そういうコメントはつくと思う、おーそうなんだ、うん、まあ俺が編集でカットしてたんだけど今日はね、まあ、タンデムデートなんですけど、まあ、そのタンデムのね、どんな感じかっていうのもそうなんですけど、まあ、ちょっとね、食事をしに行くんですけど、
まああのね、前にね3社合同企画で、サニユンライダーさんと AAO さんとね、ラーメンの企画やったんですけど、それのね AAO さんがやった、ラーメン屋さん、スタミナ軒さんだったかな、名前合ってたっけ。あ、ちゃんとそこまで見てな、覚えてな美味しそうしか覚えてないでしょ食べに行きたいとしか思ってな、うん、で、まあ、そこに食べに行くんですけど、まあ、詳しいねそのラーメンの感じとかお店の感じっていうのは AAO さんがねあの楽しい動画を作ってくれてますんで、そちらをチェックしていただいて内容はね見ていただければと思うんですけど、うん、うちはねそこにあのせっかく一緒に企画やったんで食べに行こうっていうだけの話なんで、そうちょっとね、あとサニューさんとかも行ってみたいんだけどちょっと遠い、 なかなか行けない、ちょっと行けない、ちょっと行けない、おしゃれなデートで行きたいね、行きたいね、うんうん、おしゃれなデートないからね。あ、これ中、中バイク中、え、わかんない、止められそうだよね、1回500円、いたいたいた、ということで到着したんで終わりたいと思うんですけど、まあということでね AAO さんが、取材してくれたねラーメン屋さんの方に行ってきたいと思います。駐車券は取らないでバイク通路の方からお入りください。はい、ということで今回はタンデムデートでタンデムの感じとねであの感想を述べる動画でした。ご視聴いただきどうもありがとうございました。それではありがとうございました。でバイクはどこ、バイク専用駐車場どこどこ、あたた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 たこれおまけのシーンだな最後におまけっつって一人であたた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 、いやちょっと止めにくいな、あの斜めのとこがいい、広い、うん、橋本注意、はい